どうもゴルフ研究法です。ともです。りょうです。はい、今回はボールレビューです。前回はTP5 リックスのピックスのボールねレビューしたんだけど、もう一気にちょっとグレードダウンするかのようなコンペのさ、ちょっと面白い商品みたいなさ、景品あるじゃん、小焼きなんですけど、吉本興業のなんか携わってるであろう、まあ、おふざけボールですね、多分どっか大阪のお土産かな、でもらったら、でこれ調べてみるとめちゃめちゃ結構前から売ってて2012年ぐらい、まあ、とにかく多分古いと思うので、いろんなところで買えるとは思うんだけど、多分ねめっちゃ古いと思う、在庫残ってたりとかしてたら、多分製造を毎年するようなもんじゃないと思うから、これ2年に1回マイナーチェンジとかしないいやでこれ一応まあ打てますと、ゴルフで、でまあ公認級っていうか、その R&A のリストに載ってるようなものではないと、まあ、非公認級ではあると。ボール的な構造は2ピースのディスタンス系。あ、ディスタンス系となってます。注意書きみたいなのも書いてあって、熱いうちに打ってくれとか、タコが取り出す場合がありますとか、カラスが喜んで持っていく場合がありますとか、賞味期限はありませんとか、でも食べられませんとかも書いてあるんだけど、まあそういった、おふざけボールのレビューになります。まあそういうね、やっぱり公認級ではないボールっていうのは結構安いのはあったりもするし、アイアンとドライバー、しだしたので、まあ、打つのは真剣に打ってね、ちょっとまずねアイアンから見てもらいます、はい、はい、アイアン、どうぞ。おー、音がやばい、カッチカチの音はい、見てもらいました。アイアンの数値をちょっと見ていきます。まずどう構えた次ってどうもろたこ焼きなんだけどね、まあ、やっぱりそう若干ソースの匂いがね、いやいやいやね、まああとスカイトラックで測れるかどうかっていう問題もこういうのある、色的にね、で、測ってみましたところ、アイアン7番でどれぐらい、150ぐらい普段が、うん、キャリーがどうそれぐらいだね、飛んでます。お156.5 ヤードです。だから6ヤードぐらいキャリー伸びてます。ただスピンがめちゃくちゃ少ないですね。5000回転、5500回転ぐらいです。やっぱ硬いね、めっちゃ硬いよ、音がもうね、アイアンでいうと飛距離が出るね、ディスタンス系って感じだね。僕はちょっと打たなかったのはちょっと訳があってっていうのもあるんだけどね、ちょっとドライバーの方を見てもらったらその理由がわかると思うので、ドライバーをじゃあ見てもらいましょう。はい、はい、どうぞ。
めっちゃ飛んでる。いや、これエラーだな。 73.9 とか出てる、車速が。ちゃんと黄色い方を向けてね。ドライバーはね、2人とも打ってるんだけど、やっぱり硬いっす。めちゃくちゃ硬い、うん。2012年以降のボールで、そのいつ製造されたとか、いうのがわからないから、多分これ、完璧5年ぐらい前のボールのはず。うん、だから、多分劣化してるね、カバーが。僕が、6球目打った途端にもうヒビ入ってた。めちゃくちゃね、スピンが少ない。あ、うん、あの食いついた感がないんだよ、うん、もう柔らかいとかが、うん、すぐ飛び出してるんだよ、うん、だからスピンがもしかしたらないかもしれないけど、めちゃくちゃね飛んでる。その分打ち出しめっちゃ高い。もうだからね、すぐ離れる。パン。ツアー系の、ね、TB5X とか見てたら、初速ね1か2ぐらい落ちる。あ、多分 1は完全に落ちてる。で、友がちょっと打った数値っていうのがもう見られない状態というか、もう今まで見てもらった動画を全否定するかのような数値になっていくんだけど、うん、友が300とか打つのよ。あ、これで、うん、うん、で、初速が70超えたりとかするんだよ、うん、友は本球でだいたい65、6、その辺なのに70超えるとかありえないじゃん、うん、そうなってくるとスカイトラックで測れてないんじゃないか疑惑だよ。うん、ここまでレビューやってきたのに、うん、公認級と比べると初速で言うと1から2ぐらい初速は出なくて、まあ、スピン量はわからないけど少ないと思う、うん、あとはね、ちょっと中身を割ってみましょう、うん、中にタコが入ってるのか、うん、入っている。外はカリカリ、中ふわふわと落ちてきている。これ見てくる。柔らかい、意外と。あ、でも、ソースの匂いがもう。それもない。はーい。え、真っ黄色。これマジで小麦粉でできとんのじゃない。これ腐ってしまったのかな。ということで、カバーはめちゃくちゃ分厚いですね。なのにヒビが入るっていうのはやっぱり劣化でしょうね、このカバーの透明の、うん、で、この中は結局何にも入ってないっていう。こんなのをね、真面目にレビューするところはまずないと思うので、うん、いや、でもみんな待ってたと思う。待ってないあのね、次回からは真面目に、うんうん、あのまともなボールのレビューをする、ルール適合のボールのレビューとかもするので、うんうん、そちらの方、まあ見てください。ということで、今回はありがとうございました。